戦国大戦ラジオ黒ミスの戦い。はい、始まりました。この動画は悠々亭の戦国大戦担当たちが戦国大戦の最新情報や動画解説を踏まえ、プレイヤーの皆様に戦国大戦を面白くプレイしていただこうという動画になります。どうも、悠々亭戦国大戦担当1号です。夏の予定は戦国大戦公式全国大会一等への道の鑑賞で埋まってます。どうも、悠々亭戦国大戦担当2号です。夏の予定は、一人で寝て過ごす予定です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回もゲスト主君がいらっしゃっております。今回は弥勒主君に来ていただいております。というかだいぶ近いというか、まあ、前回も近くにお住まいの方なんですけど、だいぶまあなんか近い方ばっかりですね。いや、予算とか予定とかいろんな問題があるじゃないですか。まあ近くにいるブロガーに来ていただいた方が気が知れているとか話がしやすいとかそういうのあるじゃないですか。まあ、かなり強めに言ってますけど、まあ、確かに、まあ、ゲストっていうよりは、まあ、近くでゲームをしている人っていう感覚で、まあ、我々もやらせていただいてますからね。そういうの大事なんですよ。はい、だいぶ1号から強く言われましたけど、まあ、前回ね、予告でも、まあ、あまりに力を入れてしまいましたからね。まあ、今回、かなり弥勒さんにじっくり、お話を聞いていきたいと思います。デッキの組み方を中心に6枚デッキを使う上でのノウハウをぜひとも教えてもらいましょう。戦国大戦インタビュー一刀両断。はい、というわけでゲスト主君の紹介です。どうも、浅井助政が好きな弥勒です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、弥勒さんは前回の動画で SR の浅井助政をよく使っていると紹介されていましたね。なんか思った以上に持ち上げられて紹介していただいたみたいで。いや、もちろんそうですよ。だって助政といえばみたいなところありますからね。そうですね、いつもカードを回転させてる弥勒主君。はい、デッキを作っては崩し作っては崩しを非常に繰り返してまた助政に戻ってくるということですけども、やっぱなんかいろいろやった末に最終的に助政に戻ってきちゃうんですよね。ああ、なるほど。まあ、やっぱ帰るところはスケマサということで、そのスケマサ以外何か他にこだわりはありますか？特に強いこだわりはないんですけど、スケマサを使う上で一番やりやすいのが藁なんで、基本的に藁編成になるようにはしてますね。ああ、なるほど。6枚デッキを心がけてるんですね。ではそんなこだわりがある弥勒主君にはこれを答えてもらいましょう。6枚デッキの作り方を教えていただきます。では弥勒主君には6枚デッキの作り方をご教授いただきます。まずはこだわりのスケマサではなくて、6枚デッキを作る点で大事なことをいくつか挙げてもらいます。これは前回やってた10秒以内に答えるやつはやらないんですか？いや、前回は前回、今回は今回です。あれはシャアさん専用なんで。そうです、シャアさん専用です。なるほど。では弥勒主君に6枚デッキの利点を語っていただきたいと思います。はい、私が思う6枚デッキの利点というのは、低コストに伏兵や猛襲を仕込みやすく、開幕を強めの編成にすることができて、開幕勝つことによって生まれる筒さや、まあ、わよくば向上までいけるというのが6枚デッキでの、まあ、開幕においての利点なのではないかなと思います。なるほど。開幕強い編成にしても、まあ、向上はあくまでもという形で無理に取りにはいかない感じなんですね。そうですね、あまり無理してこっちの部隊が撤退してしまって、そのタイミングで相手に攻められてしまってはひとたまりもないので、行けるようならば行って、でもし厳しそうだなと感じたら一回帰って、相手の最初の攻めを、まあ、戦場真ん中ら辺でぶつかれるようにしたいなと考えているので、開幕はあまり強気にはいかないですかね。なるほど。では弥勒主君に続いてキーカードを決める時の選抜理由を聞きたいと思います。はい、僕は基本的に騎馬隊ですね、はい、に勝ちたいと思っているんです。例
えば伊達の龍騎馬団とか、はい、豊臣でいる景気馬団とかに勝ちたいと思っているので、はいはいはい、メインには超絶騎馬を持ってくるようにはしていますね。ああ、なるほど。基本的にはまあ移動速度上昇と武力上昇が高い騎馬を持ってくる。そうですね、はい、じゃあ結果的にやはりスケマサだと、まあ、最終的にはスケマサになっちゃいますね。なるほど。まあ今だとやっぱり結構出てきている、まあ、使用率も高い貝姫とか、はい、そういうのも視野に入ってくると思うんですけど、そちらのカードは使わないんですか？なんか変なこだわりなんですけど、はい、流行ってるカードはあんまり使いたくないっていうのが。あ、いいですね、こだわりですね。はい、しょうもないこだわり、これはだけど、はい、確かにこの後に紹介する動画の方でもどうも新カードを見受けられないような編成になってますからね。浅井スケマソあとかなり昔の 1.2 ぐらいに流行ったカードが登場してますからね。はい、まあ、この後動画でぜひ見ていただきたいところなんですけども、はい、まあ、こだわりは基本的にはまあ強い基盤を使うのが基本であるというところですね。はい、ではお次に弥勒士君にコスト割を決める時のコツをお伺いしたいと思います。はい、僕は基本的にスケマサワラとなってしまうので騎馬が 2.5 コスで、あと残りの 6.5 コストをどう埋めるかなんですけど、はい、うん、僕は2コストにちょっと強めの計略を持った武将を入れて、であとは 1.5 コストで残り 1.1.1 2.5、2.1.5、1.1.1 となる編成をよくやっていますね。そうですね、なるべく2コスにあの相手の采配とかを止められるようなカードをメイン、はい、そうですね。 1.5 コストとかだと筒戦に強い計略はあるんですけど、その例えば 2.5 コストのメインとなる騎馬が撤退してしまった時にどうにかできる計略が持ってきづらいので、2コストの強めの計略を入れることによって、まあ、相手の采配などをしのげるようにはしています。今流行りのコスト割でいうと、その2コス2コス2コス1コス1コス1コスみたいなのが結構流行ってるんですけど、はい、そっち系は選ばないですか？先ほどの2コスの計略が強い方を選ぶっていう選択肢があったんですけど、まあ僕そうですね、それはかなり強いと思うんですけど、やっぱスケマッサーを使ってる時はそうなっちゃうんで、それ以外を使う時だったら、まあ、当然2コス2コス2コスで残り1コスっていう編成が今は一番強いのかなとは思いますね。そうですね、カード種類も増えましたからね。そうですね、ニコスにいろんなカードいますからね。槍も牙も鉄砲も、うん、まあ、使いやすいカードがニコスに固まってるっていうのも、まあ、そこら辺で、まあ、そうです、大きな要因とはなってますね、はい、うん、では他に何か利点ございますでしょうか？そうですね、筒を端っこの高めに置いて線上を広く使って、その筒から相手の意識をずらしての筒線とかはかなり有効な作戦だとは思います。なるほど、6枚デッキですからね、枚数多いから端っこに置いておくとかなり有利になりますから ね。で、基本的に下方は騎馬につけるような形ですか？まあ、騎馬メインだったら騎馬で、槍メインだったら槍とかにつけるのがいいと思います、ね、僕は騎馬メインでやってるので騎馬に北の肩付きなどの統率が上がる下方をつけて、はい、突撃した時のヌルト2ですか、はい、あれができる範囲を広げるのが、まあ、かなりいいと思います。なるほど、まあ、不審の入れ替えもかなりやりやすいですからね、騎馬の方が。そうですね、騎馬だと、まあ、回収も設置も思うがままにスムーズですからね。じゃあ、まあ、あと楽な点って言ったら変なんですけど、戦場の1箇所だけに集中して、なんかわらとか6枚デッキっていうとなんか操作が大変とかっていう印象はあると思うんですけど。そうですね、そうですね、ありますね。僕がやってるデッキが悪いのかもしれないですけど、基本的に 1,2 枚しか触ってないんで割と楽っちゃ楽なんですよね。ああ、なるほど。あの弥勒士君のデッキ編成だと 2.5 コスと2コスのカードを主に触りながら、はい、1コスなどは端攻めしたり、まあ、端っこ投げたりとか弓とかだったらもう本当に僕なんか盤面から剥がしちゃうこともあるんで。ああ、なるほど、もう動かなくてもいいからとりあえず剥がしておくっていつって。あ、なるほど、はいはい。でも実は操作量自体はそんなに多くないと。そうですね、わら使ってない人から思われてるほど多くはないとは思います。これは、まあ、あくまで僕の意見なんで、他のわら使いの方は多分全部動かして完璧にやられてることだとは思うんですけど。いや、どうでしょうね、僕も、まあ、あんまそのプレイ自体は上手くないですけど、やっぱせいぜい多くて3枚とか、まあ そうですね、それぐらいにしか目をやってないですよね。両端こうロケットのようにカード投げてるんで前後にやってるようなだけ展開がありますからね、もう自分に。そうです、そうです、もう人間はやはり手が2本しかありませんからね。そうですね、同時に動かせるカードは2枚までですからね。そうなんですね。はい、弥勒士君、
6枚デッキのコンセプトのお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では弥勒士君に動画の解説をお願いしたいと思います。弥勒士君よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、始まりました。こちら弥勒士君のデッキは、浅井助政原。はい、浅井助政をメインに置いてサブに川上座禅の陣ですね。そういったデッキですね。ニコスの強いカードということで、はい、座禅の陣、相手の方は明智光秀 SR の本の陣にありですね。はい、はい、始まりました。開幕カホはもちろん浅井助政です、ね。ここまず開幕の配置ですけど、どのようなことを考えて配置されてましたか？筒前に柵を置いて、なるべく自分の筒を打ち、できるならば相手の筒を止めるっていうのと、開幕押したをかけたかったんで、ここ押したが福兵踏みまして、完璧な仕事をしてくれましたね、押した。もうミリで残ってる。そう、一番最高の状態でした。もうどうせ撤退するんだからもう副兵軍で最高の仕事をしたわけですね、はい。もうこちらはもう弥勒士君ボタンの方は連打してました。いかに早く押せるかみたいな勝負だったでもまあおかげさまで最高の開幕となりました。これ小少々左上に行ってるんですけど、はい、理由としては牙を釣って下の方を全部処理して、そこから相手の筒を取りに行くっていうのを意識してたんで、なるほどなるほど、少々もかなりいい仕事してくれました。無防備な弓が端っこに行けば牙は必然と対処に行きやすくなる、はい、なるほど、考えてますね、なんか最初から。でここをもう相手の筒に向かって、そうですね、この場面では筒を取ってなるだけ巻き返したかったので、まあ藁対決となるとどうしても筒の打ち合いにお互いなので、筒一個の差がかなりの左右するんです、戦局。まあ一発分つけられればもうこちらとしては大手が振りかなったりです。もうここ弥勒士君、先ほどのインタビューでも答えてもらった通り、かなり早めに舞台の方を返してますね。そうですね、もう必要ないと感じた舞台はここだったら鉄砲隊と槍足がある1枚残っていれば筒を巻き返すことが可能なので、もう助政は早めに帰って兵力回復、次のに備えそうですね。もうここ弥勒士君槍出しが徹底してますね。ここも卒業されなければこっちの方が開幕というか白兵は全然強いんで、そうですね、武力級の川上が遠くから打ってるだけで、はい、あれじゃない。でここは明智、そうですね、結構きつい状況で明智撃たれちゃったんですけど、もうここはその上にいる2体川上と島津の 1.5 コースの槍は撤退はもう確定しちゃってるんで、なるべく明智を上に連れるように川上は策を狙いに行って、なるほどなるほど、まあ、明智は3部隊倒さないと撤退が確定していますからね、はい。でここでまだ明智の方が狙ってきますけども、ここは策を使って、策を使って迎撃取れたらいいなと思った、まあ、うまく迎撃取れて、はい、かなり上々の感じですかね。そうですね、押したも撤退されることなく、まあ、明智のあと一部で倒さないと撤退してしまうという状況ですね。そうですね。でここもうまく迎撃取りましたね。うまくやり出せたんで、これは結構ラッキーでしたね。まあ、あくまで狙ちょっと狙ったけれども、まあ、刺さってくれたらいいなぐらいだったんで。でここも死刑がいっぱいになったんで、はい、とりあえずスケマスを打ってラインをなるべくスムーズに上げられるようにな、るべくスケモサが体を張るような形で、そうですね、結局突撃この兵力になったら一回刺さったら終わりなんで、もうなるべく酷使しようかなと。ここでスケモサのマウントですね、はい、もう綺麗に武力19の回転させた突撃で次々と、武力の暴力ですか、武力の暴力でまあさすがに19は高いですよね、強いですね。まあ、ここで壁ワンパン取った時点でもう入ってますね、こちらも。そうですね、明智が出てきて契約打たれちゃったらかなり一体食べられちゃうので、あまりよろしくない状況になってしまう。あ、明智を警戒して部隊の撤退を取れて先に返しておく、はい。でここで座禅の陣を打ちました。これはもう明智が突っ込んできたので、そうですね、もう目の前に来てもうこの距離だったら倒せるだろうと思ってたので座禅の陣を打って、まあ牙をなるべく倒したいということで、はい、でここで追っかけてます。まあ助間さんも追撃して援護ですね、上がってきます。これちょっと足りなかったですね。ちょっと足りなかったですね惜しくも逃げられてしまいましたけれども、まあでも兵力かなり削られたので、はい、足並みを乱すことはできたんで最低限はやれたのではないかな。そうですね、相手の女性も場内補給ではないので、はい、兵力も復活するまで時間がありますからね。
でここで冬姫の計略が使われましたけれども、これは結構予想外だったんですけど、明智が撃たれるもんだと、そうですね、明智撃たれてそれをどう対処しようかなと思ってだったんで、冬姫を入れてちょっと、ね、まあ対抗して、まあそうですね、ここでのすけまわさを撃つことによって相手が明智使ってくれたらいいなぐらいで思ってたんで、まあ、使わないんだったらそのまま右側突破して筒を妨害した、そうですね、まあ早く動く3枚のカード戦場に行って目まぐるしい戦いになってますけどなかなかやっぱお互い筒に舞台を投げる感じの戦いになってますね、筒戦になってしまうのはどうしてもこういう戦い、冬目のゲーム結構兵力回復しますね、明智がなんか気づいたらほぼマックスです、5割ぐらいで出てきたと思ったんですけどねまあわら対決はあの計略意外と仕事しますね、そうですね、槍の速度も騎馬の速度も上げず兵力回復できるので、まあ、騎馬わら対決です、騎馬わら対決だったらかなり有効な計略なのではないか、再び冬姫の計略思考の早急飛んできますね、ここもまあここはや舞台の足を速くして槍を上げつつも兵力回復して粘るっていう意味での冬姫の計略だったのでは、そうですね、敵陣で粘れば味方の筒も、そうです、筒2個打ってからの勝負だったんでこうなってきた、そうですね、ここで小口、まあ藁対決になるとどうしても小口っていうのは結構大きな差になってしまうことが多いかと思います、そうですね、筒一発の差も小口と同じぐらいになってしまうので決められてしまったり、まあなるべく止めたいと、止めたいですけどあんまり冒険はできなかったんで、あんまりまあ赤通されるとそれだけで一気に致命傷なんで決まってしまうところがありますからね、ここ弥勒君かなり潜りの突撃がうまいですね、たまたまうまくいきました、いや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 狙いましたよね狙ってはいましたけど、でまあ相手の主君もたまらず家宝を叩いて、まあ藁対決だと北の片付けかなり採用率高いと思います、壁も回復してなおかつ撤退してる部隊も復活する、ここで秀長の計略が来ましたね、山津波全く警戒してなかったので部隊の兵力とかはちょっと不安にはなってました、ね、ここでもう3体おそらく入ってしまったのではないかな、まあ、かなり焦りました、焦りましたまあここで吉影が撤退、川上も撤退、川上も撤退、スキマサが、そうですね、ギリギリ残ったので慌ててカホでなんとかしのごうと、そうですね、まあ、こちらで、まあ、撤退している部隊も復活しまして、スキマサの兵力もわずかです回復できるので、まあ、ここでなんとかスキマサが残ってくれたおかげで、まあ、まあ森でまたスキマサを使うことができるので、で今の迎撃本当に一瞬の槍が出ましたねそうですね、一応狙ってはいたんですけど、まあ無理だろうなと思ったので、まあ、狙い通りうまく取れて、他の部隊も明智が動けない間にさばいてしまう、うまくさばくことができた、まあ、これ以上工場はもう来らないだろうなとみたいな感じで、もうこれで試合終了、まあ、試合は終わりにはないですね、これやっぱりわら対決ですとお互いのこう応接が大体最前線に置かれていることが多いですけど、はい、あのこっちとこっち逆サイに配置されているのとあの全く被るときあるじゃないですか、はい、あれどっちの方がいいですかね、僕は全く被るのは自信ないんで、逆側に置かれている方がこっちも打てるけど相手も打てるっていう方が心的には精神的にはいいということで、逆側がいいということですね、ニューヨーク氏君はありがとうございました、ありがとうございました。戦国大戦イベント情報、はい、このコーナーでは戦国大戦の最新イベントを紹介していきます。公式大会天下一統トーナメントのチケット販売開始、戦国大戦公式大会一統への道天下一統トーナメントの観覧チケットが好評発売中です。チケットの購入はローソンチケットにて販売中、先着での販売となりますのでお申し込み忘れのないようにしましょう。まさに最強を決めるにふさわしいこのトーナメント、会場での観覧はさらにあなたを熱くする。戦国通期応援キャンペーン開催中、6月30日から7月13日までの間、戦国通期応援キャンペーンが開催中です。戦国屋にて特定の戦国数奇武将がなんと大判1枚で購入可能となっております。さらに期間内は対象武将の歌舞伎ポイントがマックスになります。人気漫画
筋肉マンに登場する超人によく似た武将やピクシブでイラストコンテンツと勝ち抜いた華麗な武将カードたちが対象となっています。デッキをお試しするにはいい機会なので戦国屋での購入を急ぎましょう。戦国大戦イロハ姫トニーバージョンフィギュアの受注受付が開始されております。イラストレーターのトニーさんが描いた伊達051イロハ姫が寿様より、フィギュアになり登場しています。2016年11月発売予定のこの商品、すでに受注は始まっております。カードイラストの人気が非常に高いこのイロハ姫、皆様ご予約はお早めに。では告知ですね。悠々亭では戦国大戦の攻略ブログを更新しております。戦国大戦の最新情報や戦国大戦ランカーのコラム、動画、毎週更新の歌舞伎ポイントに言及する歌舞伎道、その他さまざまなブログを更新中です。上位プレイヤーの立ち回りや環境情報など戦国大戦をプレイする上では欠かせない情報が盛りだくさん、ぜひご覧ください。ご覧ください。はい、というわけでこの動画もエンディングとなります。今回は弥勒氏くんをお招きして動画の方を進行しましたが、弥勒氏くんいかがでしたでしょうか。ここに来て収録する前まではちょっと緊張してたんですけど、やって始めてからはなんですか、結構気楽な感じでやれたので楽しかったです。まあアットホームな感じがこのラジオの売りですからね。はい、まあ非常にあのテンプレの答えを言っていただいて本当にありがたいんですけども、まあなんか絵に描いたようなテンプレのコメントでしたね。そうですね、まさにテンプレといった感じでした。すいません、つまんない人で。なんか言わせてる感じがして大変申し訳ないですけど、そんなことはないんですよ。そんなことはないです。ちゃんとコメントを自由に言ってくださいねというお話の段取りですから。いや、まあこれぐらいしか思いつかないんで申し訳ない。では次のゲスト主君なのですが、せっかくなので弥勒氏くんに紹介してもらおうと思います。今回もこれなんですね。そうですね、基本的にはこのコーナーでお友達を紹介してもらう方式になります。なるほど、どうしようかな。はい、じゃあもう全国大会決勝への参加が決まっているハンター氏くんで。いやいやいや、ちょっと待ってください。まあお友達とは言いましたけど、まあなるべくできるだけ関東圏とかの方がいいんじゃないかと思うんですよ。なるほど、そしたらじゃあ芝生氏くんで。芝生氏くん、なるほど。確かお住まいはお近くの方ですね。そうですね、はい、得意なデッキは、5枚の激輪采配を使っている方で、ちょっと前は結集の与党の方などを使っていましたね。そうですね、でもなんか最近はペンを振るのに勤しんでるやらなんか音芸やらで忙しいみたいですけど、戦国にも帰ってきてほしいですよね。そうですね、あのできるだけこうペンを振る仕事とかレーンを守る仕事ではなくて、まあ、できるだけあの大筒を攻める仕事に戻ってきていただけると助かるんですけども、ね、はい、というわけで次回のゲストは芝生君となります。はい、というわけですね。はい、では今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。